こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はね、やってきましたよ。ストチャイドルフェス、ありがとう。ありがとうね、来てくれて。めちゃめちゃ前にいたね。ありがとう。こんばんは。お疲れ様、皆さんお疲れ様。1週間、今週1週間はなんかまあまあ長かったです。短くはなかったなって感じ。なんかいつも1週間短いの早いなって思うけど、今週はなんか結構長くはないけど普通に感じました。あやっぱんアバターが出ました。かわいい。なにこれ、かわいい。やったー。私のかわいいですね、そのアバター。嬉しい。いいね、いいね。今日はストーチアイドルフェスティバルっていうストーチの、あ、ストーチでそのなんかすごいね、いろんなアイドルの方がねいっぱいね出てたんですよ。僕も出た。本当だ、僕も出てる。なんかいっぱいいて、いろんな、多分いろん全国から多分いろんなアイドルの方が多分大集結みたいな。多分この今日が多分初日で、明日明後日も多分あるんですけど、そうだから多分この3日間ぐらいでいろんなアイドルの方がいっぱい出るフェスみたいな感じでした。だからいっぱいなんかいろんな方がいました。そう、金土日で、そう今日は STV が最後だったんですけどね。でも私今日さ、初めてだったんです、あの声出し解禁してからの。私は初めてのフェスとかだったので、そうだからね、今日出た瞬間結構本当に感動して、あ、思い出したんですよ、あの声出ししてた時のことを思い出して、ちょっとなんか、あ、懐かしいなっていう感じになってた、なって出た瞬間。そしたらね、あの立ち位置がちょっと頭の、あの記憶が消えちゃったんですよそう、あのそれに、あの気を取られてたら、初めて立ち位置どこだっけってなって、あの初めてだったんです本当に。あ、やばいってなって、それを考えてたら、そう、そしたらあのね、だけど体は自然とさ、そこのポジションではないから動くわけですよ、体は自然とね。だけどあれ今何だろうってなって、初めて素になって。そう、でもね、ちゃんと自分の体が行ったところはちゃんと自分のところだったんですよ。体が覚えてたの、ちゃんと。本当によかった。だからあの自分の頭ではあれ次どこってなってるんだけど、自分で行ってたの自分で行ってて、めっちゃね、おお、あったあったってなって、
自分の頭の中すごーって思った。いやそうなんですよ、ナイス、そうナイスだった本当に。あ次こうだって頭で思い出した瞬間、自分がそこにいるから私すごいってなりました。そうだからそれぐらい結構ね、声出しのそのインパクトっていうかがすごく強くて、いいなって思いましたね。と同時にやっぱ今までさずっと声出しとかはなかったわけじゃないですか。だからさそれだけやっぱすごい体の全身にその来るものなんだなって思いましたね。今日取られちゃった。こんばんは。嬉しかったです。めちゃめちゃ。泣かなかったな。泣きはしなかったけどね。泣きはしなかったですけど。でも、なんか思い出しましたね。ああこんな感じだったなーっていう。でもなんか緊張しました今日。今日緊張しました、めちゃめちゃ。なんでかわかんないけどやっぱ声出し初めてだった、初のっていうこともあったのかもしれないですけど、なんかいつも結構通るところで、本当にあの広場みたいなところ、最近パンちゃん気になってます。え？ほんまですか？りょうたさん嬉しい、気になってます、嬉しいです、ありがとうございます。お話し会とか待ってるよ、ハート。そうあいつもそのいつもは結構何もなってないとこがステージみたいな感じになってて、広島の地下のほんと大きい広場みたいなところなんですけど、すごーって思いました。こんばんは。ヘアパンチを作ったのに一度も触れてない。あーその機会がないっていうことなのかな。見たいですね。北九の時、おお。あのリバーウォークの時ですね。嬉しい。どこにいたの？どこにいたの？嬉しい。こんばんは。昨日パセコちゃんがあやぱん服の系統変わったよねって話してて、確かになってなって、いや変わったっていうかね、あの変えてるんですよ。あのだっていつも自分が着るような服の客を選んでるからね。だから変わったっていうか変えてるんです。変えてるっていうかね、そう。あの変わった風に見えうん、なんて言うんだろうなんて言うんだろう、あのうんそうですね、あそう私ね、なんて言うんだろうっていうのも口癖なんですよ。これもちょっとやめます。こんばんは。職場の年配の女性の先輩に、まあ可愛いと言われてしまいました。まあ可愛い、
嬉しい、ありがとうって言っといてください。年配の女性の先輩にありがとうございます、光栄です、とっても嬉しい、嬉しゅうございますって言っといてください。こんばんは。寒いんですよね。なんか寒くなってきた。直接お話し会緊張する？緊張しない。もう直接お話し会は慣れたので緊張しないです。なんか最初の頃は緊張してたけど。でもね、やっぱ話してたらね、やっぱすごい楽しいんですよね。だからなんか緊張とか忘れちゃう。うん。普通になんか楽しんでるって感じだから。特に緊張とかはないです。こんばんは。明日東京8度下がるらしいよ。そうなの？ありがとう情報。8度って結構下がる、もしかして。ありがとう、教えてくれてありがとう。こんばんは。マスクなくなるよね。だって明日からないみたいですね。やっとマスクなしだよ。なんか今までさ、マスクありだったじゃないですか。なんか多分ファンの方はあれな、絶対マスク取ってがいいよねと思ってたんですよ、ちょっと。まあでもね、しょうがないけど。こんばんは。そう、あのね、マイク問題、マイク問題が一番大変ですね。あれはあのお話し会、あれマイクなしじゃダメなんかな。マイクなしでもできそうじゃない。マイク問題はね、めちゃめちゃありました。本当にマイク問題は本当にちょっとね、悩みだった。すごいマイクのね問題でね、超悩んだことありました。しょうがないことなんですけどね。なんかしょうがないっていうかさ、どうしようもできないじゃないですか。だってあのね、すごい聞き返すのがね、その申し訳ないんですよね、本当に。あれでもさ、ちゃんとさ聞こえないとさ、なんかどう返事したらいいかわからないしさ、聞こえてないのに、そのなんていうんだ、聞こえてない、あのそのね、なんか聞こえてないのにその返事するとかっていうのはさ、そうできないし、そうだからね、やっぱ聞き返すことになっちゃうんですけど、聞き返すのはね、とってもね、申し訳ないですね。なんか1回とかならまだいいんだけど、聞き返すのとかもやっぱね、マイクってさ、1回聞き取れなかったらね、絶対次も絶対聞き取れないんですよ。それがなんか何回も3、4回ぐらい繰り返して、結局最後まで聞き取れなくて時間切れっていうことが結構何回もあったから、そうだからね、なんかどうしたらいいんだろうねと思ってました。だからもう
そういう時はもうマイクなしで叫んだ方がいいのかな、普通に。そうだから本当にちょっとね、マイクは近めで話してほしいっていうのはすごくあります。なので明日来るよーってパパはマイク近めでお願いいたします。その方がね、あのすごい聞き取り、あれ何なんだろうね、すごいね、聞き取りやすい方とね、あの聞き取りにくい方 の差がすごいんですよね。あれ何なんだろうってすごい思う。あのね、謎なんですよ。それが別にそんな遠くで話してるわけでもないのに、全然なんか全然聞こえないみたいな方とかもいるからね、難しいですね。まあでもあのだいたい近くで喋っ、あのマイクの近くで話したらだいたい聞き取れると思うんで、滑舌かな、いや滑舌問題はね、多分滑舌ではないと思うんですよね。たまにいるけど、たまに、本当にたまに。でもね、あの全く何言ってるか分かんないってことはないですね。なんとなく聞き取れるから。高い人と低い人の声どっちが高い人かな。あ、広島の直接申し込む、わー、よっしゃー、よっしゃー、福山のやつですね。いやーちょっと本当に来てほしいな、嬉しい。いやもうね、もう来た方がいいですよ、来た方がいいですよ、自分でもう言っちゃう、来た方がいいよ。明日パンちゃん端の連なの？やったー、端っこ大好き。イエーイ、端だ端だ、イエーイ、端だ端だ、イエーイ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 。お、後方席最前か、わあ、ありがとう、今日ありがとうございました、ありがとうございました、見に来てくれて嬉しいです。こんばんは。あさってもそう、幕張ライブなんですよね。なんで端っこ好きなんだって、え、だって落ち着くから。あの端に、端っこだったらあの片方にねいないってことだから、そうだからね、なんかね落ち着くんですよ。パシも端っこ、あ、そうなんだ、反対側なのかもしかして。いや端っこ良くないですか、端っこ大好きだよ本当に。もう端っこ、もう端っこにで生きていきたい。うん、端っこね、そう、あ、そうそうそう、端はね、あの壁じゃないですか。か、まあそこが壁かどうかわからないけど。壁があったらね、その隣を気にしなくていいっていうのがやっぱ一番いいことかもしれないですね。端っこだったらさ、隣の人がいないってことは壁に寄っかかれるってことじゃん。だからそれがいいことですよ。
隅っこ暮らし。安部さん、ダークネスさん、ヒラリンハットさん、あーちゃん、やすさん、りょたさん、まるともちゃん、くろぽんさん、ひろちさん、ありがとうございます。電車の席、そうね、電車、まあ電車も、でも電車は普通に一人席のとこが好きですね。だから電車は端というか一人席のとこが好きです。普通になんかみんなが座るところ、横向きの席は別に端じゃなくてもね。だから電車は別にね、うん、結構別にどうでもいいかな、電車は電車は別にいいかなって思います。いつも普通に堂々と横長の席の真ん中に座ったりするから。電車とかは別にいいですね。なんか他のなんだろう、席とか、そういえばこう楽屋とかもなるべく端がいいみたいな感じです。そう、そう、電車はいいの別に。こんばんは。ちょっとね、前髪長すぎ問題、今日はちょっともう巻きが取れちゃったけど、ちょっとさすがに6周年まであと2週間ぐらいあるんですけど、2週間でもうちょっと伸びるかなと思うので若干切るかもしれないですね。でもチェーン巻けるぐらいにしようかな。明日もこんな感じのノリでお話しすればいいのかな。だってこんな感じのノリで、私結構ねテンション高くなっちゃうんですよ、お話し会の時。だからまあテンション高めで、テンション高めがいいですね。あ、めっちゃ声でかいかもしれないです。こんばんは。テンション高め。あの明日夜なんでね、私多分最後の2時間だ。だから多分だけど、まあ朝よりかはね元気があるんじゃないかなって思うんで。夜のテンションでね、皆さん話しましょう。今日誕生日だよ、おめでとう、おめでとうございます。スマイルアニマー君おめでとう。おめ、これでかめ。いや、そうなんですよ、結構ね負けてないと思う。 3R に結構負けてないと思います。こんばんは。っていうかね、髪の毛の量がめっちゃ少なくなったんですよ。いや、これでも少なくなった。明日のお洋服実はまだねちょっと決めてないんですよ。決めないと。あったからわかる？
わかる？この感じ、この少ない感じ、わかる？これもうさ、これ全部ですよ。これで全部。わかる？この感じ。あんま伝わらないか。もうこれで全部なの。もう後ろにない。イエーイ。めっちゃ軽くなりました本当に。結構シャンプーもすぐ泡立つし、そう羽ばたける。ビヨーン。てか私メール届きました？さっき送ったお休みのメール届いたかな。めっちゃ痒いここ。届きましたかね。届いてるよ。あれやばくない？あれもう今日衝撃映像だったんだけど、私今日ねめちゃめちゃね、もう1億匹ぐらいのねカラスのね大群見たんですよ。びっくりしたよ本当に。初めて見たあんな大量のカラス。そう今日ねあのちょっとね、そう雨降ってるかなと思ってね、あの外確認したんですよ。そうそしたらねカラスが上空をねぐるぐる回ってたの。あのねびっくりした本当に。数字盛りすぎ、盛りすぎって言うじゃん。いや本当にそれぐらいの数だったんですよ。なんかすごい広い範囲をねずーっとぐるぐるしてて、同じもう同じところをずーっとぐるぐるしてたのカラスが。もう本当にずーっとぐるぐるしてたから、あこれは写真撮れるぞと思って写真撮ったんですけど、結構ねすごい。あれでも本当一部分だからさっき送ったの、あれがねもうね円に連なってたんですよ。あれがもう本当にすごかった。超びっくりした。あれ全部じゃないよ。あれほんと一部分。なんならちょっとねあの建物とかが入ってたんでちょっと拡大したんですよ。あれこんばんは。びっくりした本当に。カラス苦手、本当にカラス苦手。カラス本当に苦手。カラス怖くない？道端にカラスいた時にあれもう私どうしようって思っちゃう。ゴミとか漁るからさカラスって、そのね現場にね遭遇した時はねどうしようかなって思うの本当に。あのねわかるかな、でもねあのカラスがあの道路にさいるとするじゃん。で私ね本当ならねもうね逃げたいわけなんですよ。もうそこの道通りたくないの、できるだけ、できるだけ通りたくないよ。そこ怖い、だってさカラスに襲われるかもしれないじゃないですか。でもねあのね普通に歩いてて道いきなりさそこからさ猿じゃないですか。あこいつカラス怖くて逃げたんだなって思われるのが嫌で嫌で、あの頑張ってあの見栄を張るんですよね。あのカラスの隣をあの頑張ってね、あのもうめちゃめちゃ怖いけど頑張って横をね通りますね私は。そういやでもねそこでね逃げたらね、まあいつカラス怖いんだなって思われるんですよ絶対そうだからいや絶対負けないぞって思って、あの私はねあのもう何にも怖くないですよっていう気持ちで通りますね。もう全然平気ですけど何かみたいな感じで。あのそうそうそう、あカラスってさあの人にさこう人を襲うことってあるんですかね。
でもね、でもそういうのってカラスってさ、日本中さいっぱいさ上空にいっぱい飛んでるのにさ、そういうニュース見ないから大丈夫だろうなって思うけど、いやでもでもここ今のリアルなこの時間でもしかしたらあり自分が襲われる可能性ありえるかもしれんぞとか思っていっぱい考えるんですよ、カラスと遭遇した時は。そうカラスと遭遇した瞬間自分の頭の中でねいろいろ考える。今までそれカラスに襲われたニュースなんてそう今まで見たことないから、まあ、大丈夫だろう。いやでも分からん、このカラスはちょっと特殊なカラスかもしれんとか思ったり。ちょっと怖いですね、なかなかないけどね。でもカラス、私カラスね、ちょっとそっからどいてって思うけど、でも飛ぶ瞬間もちょっと苦手だからね、どっちにしろね、そこにいても飛んでもどっちも怖いんですよね。カラスに囲まれたらどうする。カラスに囲まれたら、あでもねこの間ねなんか見たんですよ、なんかその夢だったのかちょっとわかんないけど、なんか囲まれる感じの夢見た気がするんだよな。囲まれたら、もう無理すぎそれは。でも私ねそうなった時はねもうとりあえず逃げるかもしれないです。もう囲まれたとしてももうとりあえずその円の中から出ないといけない、出たい、もう絶対出なきゃっていう気持ちがもう先行して、とりあえずその囲まれた一箇所のところをバーンって突き抜けるかもしれないですね。もうとりあえず出なきゃっていう気持ちになって、どうなろうともうとりあえずそこをガッて行くかもしれないです。まあでも大体みんなそうか。追いかけてくるよだって。私なんかそんな夢見た気がするんだよな。でも私ねいい感じのね道具を持ってたんですよ確か、それで捕まえた記憶がある。こんばんは。カラスは怖いですからね、ちょっとカラスに注意して行きましょうね。何分に終わろうかな。明日と明後日の準備をしないといけない。こんばんは。てかさっき洗濯物ピーピー言ってたね、やだー。16ブランコさん、はじめまして、はじめまして、こんばんは。
ね、皆さん洗濯物さ、皆さん洗濯物ってさどうしてます？やってる？洗濯物。いや、やってるはやってると思うんですけど、洗濯物さ本当にちょっと私苦手なんだけど、私ちょっと洗濯が本当に嫌い。洗濯物、どの作業？ネットに入れるのと、ネットに入れるので出して乾かすの、あの服を干したり、そう、畳んだりするの、すんごく嫌いですね。すんごく大変ですねって思いますね。最初と最後やん、うん、それが本当に嫌なんです。洗濯しなければいい。だって洗濯しないとさ洋服なくなっちゃうじゃん。そんな洗濯しなければいいなんていう選択肢はね、洗濯しなければいいなんていうね選択肢はないんですよ。乾燥機、そう、いいな。使い捨て生活、そんなダメだよ、そんなのダメでしょ。 SDGs じゃない。クリーニング、クリーニングに出さないですよ、洗濯機あるのに。だから洗濯しなさいってことなんですよね。もし猫が100年生きたとしたら、人の言葉を喋ると昔から言い伝えがあります。猫が100年生きたら人の言葉を喋るってことですか？それ本当なんですか？それ本当の話？高級な鈴木愛花さんならコインランドリーの洗濯代行サービスを頼みます。ああ高級な鈴木愛花さん、ああそういうことね。いやいや高級な鈴木愛花さんなんていうね、鈴木愛花さんはいないんですよ。高級な鈴木愛花さんじゃない。いないんです。でも頑張ります、頑張るよ、頑張れ。洗濯って本当に大変なんだよね。ネットに入れてさ出して干して、もう本当に大変だから一生懸命やらなくていい。
そろそろなんか私さちょっとおかしいよね。私おかしいよね本当に。でさ、とかさ普通に考えてさ、あのこのさ世界中のさ人が見れるさこのさ動画配信のさ生放送でさこんな変なさ、そうおかしいよね普通に考えたら。お母さんね毎日やってるの、いや本当に尊敬します。世界中のお母さん、世界中のお母さん本当にすごいです。こんばんは。2期生は変わった配信が多いね。だってすごいさ個性的ですもんねみんな。私ねー何を落としか忘れちゃったよ、忘れちゃったよ、忘れちゃったよ。じゃあ20分ぐらいになったらランキングを読みます。スマイルアニマーくん、サージカルさん、お金持ち先生、マキマキさん、ありがとうございます。目の芋虫のイラスト可愛かった。あーあれですか、可愛い、あれあれ可愛くないでしょ。私すっごい気持ち悪かったよあれ夢見た時。気持ち悪かった。好きです。嬉しい。てかねシンプルになんかねそういうね優しさがね嬉しいんですよ。嬉しいというかすごく心に染みます本当に。嬉しい嬉しい、ありがとう。あのね最近すごい思うんですよ、あ皆さんねあのすごいねあの最近私に対してねすごいねいじってくるじゃないですか。いじり具合が結構ね強いと思うんですよ最近ちょっとね思うんだけど、最近ちょっと皆さん私のこといじってきよるじゃないですか。ちょっとそうだからねちょっとそういうねそういうなんていうんですかね、そういうさちょっと純粋なっていうかシンプルなそう優しい言葉っていうのが本当にね心に染みるんですよ本当に。ありがとうございますそうそう
みんな小学生だし。そうなのかな、あの結構皆さんそうなのかもしれないね。結構キッズなのかもね、皆さん、あの心がキッズなのかもしれないね。いや、いいんですよ、別にいいんですけど、いいんですけど、いや、いいんですよ、別に全然いいんですけど、面白いし、あのそうそう、雑なっていうか、あの同意きすぎたいじりみたいなものはちょっとね、あのやめてほしいなっていう時がありますね。そう、あのね、そう、別にいじりとかは別に全然いいんですけど、あの同意きすぎたいじりは、あーキッズだなーって思います。キッズだなー、キッズ出てるよーって、キッズ出てるよパンちゃんもいじってくるからな、だって。まあ確かにね。まあお互い様ですね。お互い様です。こんばんは。今日私はね、布団に入ったらね、多分ね5分ぐらいで寝れると思います。今日はいつもはね、この間は全然寝れなかった、かいつもはそんなすぐ寝れないんですけど、今日は多分5分ぐらいで寝れそう。とりあえずね、ちょっと今日とりあえず終わったので、ストーチアイドルフェスティバル、ちょっと今日の記憶を一旦ポッて出して、そう、一回出す、もう終わったから出して、あの明後日もあるんでね、明後日の幕張のやつもあるので、様子が変だと思ったら眠かったので。いや、そういうわけじゃないんですよ、別に。別にそういうわけじゃないんです。あの、眠いですよ、確かにね。確かに眠いんですけど、でも、いや、そうかもな。いや、そうかもしれない。そうかもしれない。そうかもしれないです。そうかもしれない。じゃあランキング読みます。13位、ドグラスさん、ありがとうございます。12位、 IPA さん、ありがとうございます。11位、マツくんさん、ありがとうございます。10位、ジココウジさん、ありがとうございます。9位、ダークネスさん、ありがとうございます。8位、クキツネ37さん、ありがとうございます。7位、ヒルマンさん、ありがとうございます。6位、クロポンさん、ありがとうございます。5位、マキマキさん、ありがとうございます。4位、田辺さん、ありがとうございます。3位、ゆういちさん、ありがとうございます。2位、まるともちゃん、ありがとうございます。1位は、じゃがじゃん、やすべえさん、ありがとう、ありがとう。
よし、ありがとうございます。じゃあ私は今から洗濯を忘れてはいけなかった。ではおやすみなさい。また明日来るよって方は明日よろしくお願いします。明日をありがとう。バイバーイ。